はい、おはようございます。フォルテです。本日は、ラフマニノフのピアノ協奏曲をデビューさせる時となりましたオンラインコンサートです。まあ今はもう朝、9時とかなんですけども、まあ、ちょっとサクッと練習してきて、小針くんをねホテルで迎えてきたので、小針くんはあっちで練習してると。僕はこっちでちょっとね練習して、そのまま一緒に広島県まで車で向かいたいなと思います。というわけで早速練習していきましょう。でまず外しやすいカンパネラのこの跳躍を練習していきます。まずこんな感じです。ではちょっとね小針くんの方に遊びに行きたいと思います。行きます。練習してますね。練習してますね。お、今日はオンラインでその曲を弾いてくれるんですか？弾こうかな。おお、いいですね。YouTube だね。まあ、せっかくだったらね。そうね、ソロなんか弾く。お、小針くんは僕のオーケストラパートで弾くプラスソロを弾いてくれると、まあちょっとね、これはオンラインならではの楽しみ方ですね。そんな感じで、レッツ。というわけで今日はラフマニノフさんよろしくお願いします。この人ですね。任せてくれ。はい、というわけでちょっとお腹空いたのでナッツ食べます。ナッツ、この中に大量に1キロアーモンドが入ってます。安かったアマゾンで1000円ぐらい、1200円ぐらいだったかな。これを結構減量中は食ってます。はい、皆さん広島に着きました。というわけで、まあ今からちょっとね会場に向かって準備をして、まあ、リハっていう形です。というわけでね、まあ僕の昼ご飯、おやつは一応またさっき見せたナッツ、これを数粒食べながら来ました。はい、というわけでまた後でお会いしましょう。グー。はい、今ご飯を食べ終わりました。今日のご飯はもう食べちゃったんですけど、焼き鳥の盛り合わせとサラダチキンのなんかチーズを乗っけたやつです。まあ、ケト中は脂質は OK なんで、がっつり脂質は入れながらなんですけども、まあ、今日の夜もやっぱり僕が食べれるものがやっぱ肉系なんで、また焼肉になってしまう可能性があると。昨日ついているタキシード青です。ブルーのタキシードにラメを入れて、中はもう花柄で仕上げてみました。超派でしょ。だけどいやらしくないんですよね。ちょっとなんか落ち着いた系の色だから、まあ舞台上でも映えるし、まあおかしすぎないと。はい、まあ一部ではねこの白蝶ネクタイと青ラメのタキシードと、まあ紺のシャツ、2部ではちょっとね汗をかくのでシャツを変えて、またねちょっともうこのタキシードだけどシャツを変えてちょっとフォーマルな感じにしたいなと思います。えんやーってなんかちょっと演歌みたいですけどね、まあこれはピアニストです。ではね、そこまでね派手じゃないんですよ。まあ派手か。Thank you.
ともう15分15分で本番が始まるんですけど、まあ、小針くんはね一部の最後に出演ちょっとして二部からってことなんで、まだこの格好ですね。僕はこの格好でちょっと緊張はしてきたんですけど、まあ、楽しんで弾きたいなと思います。行ってきます。はい、というわけで無事にコンサートが終わりましたので、今からご飯を食べたいなと思います。はい、このスーツサンキュー、ありがとう小針、サンキュー。というわけで皆さんグッバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソゾマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 。マッチョが大好きで。